はい、皆さん、こんばんは。経営コンサルタントの中野です。今日は8月10日、土曜日でしたね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。土日ゲストね。3連休の方もいると思います。まあ、お盆休みも含めてね。まあ、来週も休んじゃえ、ということでございまして、10日間ぐらい休みの人もね、たくさんいるんじゃないかと思いますが、地震怖いね。昨日もね、あったしね、夜ね、相模原っていうか神奈川県ですよね。東京、僕も夜中7時ぐらいかな、6時半ぐらいかな、ばあちゃんと一緒にテレビ見てましたけど、急にね、スマホが鳴ってね、巨大地震、地震が発生しましたっつって、南海トラフの巨大地震の注意報が出てるんで、ビビりましたね、さすがに。で、東京とか書いてあってね、東京、神奈川とか。いや、ついに来たかと。大地震発生しました、注意してくださいっつって。どこだ、どこだっつって、東京とか書いてあったけど、まあ結局、震度3ぐらいでしたね。いや、実際問題は震度3もなかったね。震度1ぐらいでしたね。揺れてるかどうか分からなかったですね。長期震度ぐらいでしたね。いやー、さすがにビビりました、昨日は。まあ、母ちゃん連れて外逃げ出そうか迷いましたもんね。とりあえず上着着て、母ちゃんパンツ開いてるかどうか確認して、よしと思ったけどね。いやー、びっくりしました。本当にびっくりしました。まあ、こんな中でね、こんな地震が続いてる中で、FX とか株取引とかありえないでしょう。まあ、そういう意味では、すべての活動ね、すべての すべての、まあ、経済、仕事とかね、生活とか、学校ですよね。不安で心配ですよね。まあできればみんな家族全員家にいた方がいいよね。まあでも大変だよね。飲食店とかやってる人は。地震でお客さん来なくなっちゃうね。地震だからって。お客さん外出ないもんね。怖いからね。ちょっと前はね、インフルエンザ、まあ、インフルエンザっていうのかな。まあ、怖いですよね。それでまあ、まあ、ドル円なんですけどもね。まあ、これ何ショックっていうんですかね。まあ、ショックでもないですよね。普通に落ちただけですからね。ただ、まあ、プルバックがないままね。プルバックないですよね、ほら。戻りがないんだよね。普通戻りがこういうのあるから。青い線がね、こういうのね。まあだから、こうゆったりペース落ちるんだけど、まあ、これは結構早いよね。戻りないもんね。まあここも、もうやばいとか言われてたんだよね。で、戻った、161行っちゃった、161でね。で、こうまた、まあ、この世の終わりだとか言われてね。言われたじゃないですか。ブラックマンデーよりもひどいと。まあでもこれがね、意外とこういっちゃうんだよね。200円とかいっちゃうんですよ。意外といっちゃうんだ。これもそうだもんだって、意外。これも悲壮感漂ったんだから、やっぱりもうダメか、つって。そしたら75移動平均線接してから、じわ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 戻っていって、って嘘だろって なったわけですよ。で、人手が足りない、人手が足りないとかさ、好景気だ、好景気だとか言って、で、これも人手が足りないとか、だとか、嘘とか言ってたんだ、この辺ね。この辺ぐらいから言ってたわけですよ。やばいやばいっつって。それが今や人手なんかいっぱいあるよって、どういうふうにリストラしようかだもんな。で、今はね、
急激に落ちたんで、上がったり下がったりが激しいんですよね。まあ、こうやって普通に見えるけど、一般紙でもそうだけどね、ここのね、振幅幅が大きいんですよね。ここはね、普通の日々ですと、こうやって振幅幅って小さい、ここが小さいからね、ここが小さいんですよね。だからここがさ、同じように見えても、ここが変わってきてるからね。だから同じような振幅に見えるんだけど、ここが全然違うんですよね。ここが上が140、まあ、ここがね70だとするでしょ。ここが146の70なわけだよね。ゼロか。の、ゼロ。あ、52。あ、50か。これは大丈夫ですけど、同じような振幅に見えるんだけど、ここがこうやって違う時にしてるんですよね。だから気をつけないといけないんですよ。結局、いつものね、通り、例えば1万円だけ入れてね、で、ポイント2000円ついてさ、で、証拠金に1万、1万2000円あるわと。で、余力持ってね、余力持って、じゃあまあ、1、1ロット10万通貨入れちゃおうなんて言うと、10万通貨って1ピプス1000円だから、1ピプス1000円だからさ、これ10万通貨なんか入れちゃダメですよ。1万2000円しかないのに、10万通貨なんか入れちゃダメですよ、絶対に。1ロット10万通貨なんか入れちゃダメですよ。すぐ、ロスカットされるから、上行っても下行ってもロスカットされちゃうからね。そういうのがあるんですよね、振幅幅がね。だから FX っていうのはそういうところがあって、逆に数学の計算で出てくるからさ、今の振幅幅がね、今の平均振幅幅がいくらあって、証拠金いくらだったら最大掛け金はいくらだって出てくるから、まあ、大体まあ、だから0.01ロット。あ、これは0.1ロットか。1ロット10万通貨だからね。あ、だからこれは1ロットか。だから、0.1ロットで1万通貨でしょ。1万通貨も入れちゃダメだからね。1万通貨って1ピプス100円だから。だから結構厳しいですね。1万通貨入れちゃうと、いつもね、1万通貨入れても大丈夫だと。まあ、だいたいマイナス5000円で損切りで、プラス5000円で利確だってやっててもね、すぐ5000円いっちゃうから、ここのボラティリティが激しいからね、ピューンって言って、一瞬のさ、このヒゲでね、50ピプス跳ね上がって帰ってきたりするんですよね。それが今の状態。いわゆるフラッシュクラッシュがあった後だから、後だからね、こう、すごい揺れてるんですよね。上に下に行ってね。ヒゲで揺れてるんですよね。ヒゲで刈られちゃうんですよね。結局、ロングで持ってて正解なんだけど、ヒゲで刈られちゃうんですよね。例えばこの辺でさ、ロングで持っててもね、こういうところでヒゲで刈られちゃうんですよ。で、結局、こう来て上でじゃないですか、今のところね。だから大丈夫なんだけど、結局上でも、一旦下来て刈られちゃって、やっぱり上来たりするから。逆に一旦上行って、
塩と入れてね、一旦上行って、刈られてから下行ったりするから、厳しいですよね。厳しいです。で、今、どんな状態かというと、1時間足で75度平均線に張り付いてる感じですね。これは、まあ、一時ね、まあ週足でね、75キロ平均線来て120まで行ったから、ヒゲで戻したから上なんじゃないかなと思ったんですけど、違うねこれね、下ですねこれね。はい、でこれ4時間足で75キロ平均線にまあ、くっつきそうになったのでね、くっつきそうになったので、下げたじゃないですか、頭、垂れ交尾したんですよ、これ。くっつきそうになったんでね、でこれ下ですね。下行っちゃいますよ、これと一緒で、くっつきそうになったんで危ねえと思って下ですね。これもくっつきそうになったんで、これもそうですよ。これもそう、くっつきそうになったんで下。で、これくっつきそうになったんで、まあ、ここもそうですけどね、くっつきそうになったんで。下ですね。だから来週の月曜日から下ですね、これ。中根終わったらね、中根終わったら、中根まで上ですけど、まあ中根もね、まあ9時55分って言うけど、わかんないですね。最近はもっと早いですね。9時半とか、まあ10時半っていうのもあるからね、分かんないけど、大体こんぐらいでスーッと落っこっちゃってね、まああとは10時半まで行ってから落ちるっていうのもあるしね、まあ9時55分まで行ってこうやって落ちるっていうのもいいんだけど、まあ ABC クイックって呼んでんだけどさ、ねえ、まあ、他にも変形があって、何回もこうやってつついて、で、まあ、A の変形ですよね。ここの9時55分の前とか後かって決まるんですけど、まあ、ABC のどれかですよね。まあ、だからあんまりさ、B まで、9時55分まで持ってると、やられちゃうわけですよ。で、まあだから、9時半ぐらいで、落ちる方向性にあるんだったら、まあ、早めにね、ショート入れないとね、ロングからショートに切り替えないと、利益が出てても、まあ、赤字になっちゃってね、で、まあ、損切りしてからショート入れる、遅くなっちゃうから、逆にまあ、C まで、持ってなくちゃいけないってのもあるからね、こう、BC ってね、3回山があって、こう C って下がるのもあるから、まあでも、まあそれでもさ、まあ C がね、C が一番こう上がるんだけど、まあ A でね、切っといて、まあ利確しといて様子見ると。で、C 上がったんだけど、ここでショート入れると。で、まあ大体 L ロングでね、下の方でこう持って、これ利確して、ここでショート入れちゃう人いるんだけど、で、下がったんだけど、上がって、下がったんだけど、上がって、ここまで行って、損切りされて、やっぱ L かって L 入れたら今度は大きく下がって S の S だったと。だから、やっぱりちょっと様子見ないとね、理解したらね、まあ ABC で見ていって、それでまあどうするかですよね。朝の中ではね、まあ早め早めにまあ理解していった方がいいですよね。まあ取れても10ピプスか20ピプスぐらいですよ、中では。だから10ピプス取ったら同じだと思って、で今度ショート入れるタイミングに逆らうと、
で、外出たらまあ大体16時ぐらいまで下がるんでね、4時か5時ぐらいまで下がるから、まあ大体4時ぐらいで利確しちゃって、で、また今度上がってくるからね、5時からスタートだから、今度ロンドンのね、うん、で、そこでまた爆上げしてくるから、で、また ABC クイックが始まるからね、まあ、クイックですね、やっぱね。うん、あと仮想通貨見てみようか。うん、まあ、戻ってきたね、89万じゃなくて890万、900万ですもんね。うん、ビットコイン900万。イーサリアムが38万。まあ、いや、少ないね。まあ、55万あったからね、60万とかあったからね、これ。うん、BNB が7万5千、これ9万5千あったからね。うん。うん、リップル強いね。88円。強いですね。同時15。まあそこそこ。カルダの50そこそこ。51円か。ちょっと低いか。うん。低いかな。まあ仮想通貨はちょっと今冬の時代だね。うん。冬っていうかまあ高値ですけどね、ビットコインが高値だからね、またね、高値張り付きって感じか。うん、高値張り付き動きに鈍しという感じでいいんじゃないですかね。うん、はい、ドル円どうするかですね、これね。まあ今動かない方がいいね、これね。まあ、僕も先週、もう全然利益出なかったですね。はい。さすがの、中野先生もですね、利益出なかった。あれなんでかなって。あれなんでかなって。なんで買われてんだろうって思って、やっぱりロト数、高いですよ。いつもと同じようなロット数だと、買られちゃいますね。振幅が激しいのでね。ヒゲが激しいんですよ。だからそこで切られちゃうんですよ。だからこういう時はもっとロット数を下げないとね。うん、で1万円でやるんだったら、1万2000円でやるんだったら0.1とかね、0.2ぐらいでやらないと。0.1でも120ピプスいったら終わりだからね。0.02か。だから1000通貨でやるとかね、2000通貨、2000通貨でも60ピップスいったら終わりだからね、片方にね。2000通貨でもさ、逆の方、まあね、一方向に、そう、60ピップスいったら1万2000円だからね。1万2000、大きいよ、本当に。で、これがさ、2万通貨したら、1万2000か。あれ？あ、そう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 。だから1000通貨。そうそう、2000通貨だと60ピプスいったら、いいんだな。あ、1200円ですね。うん、だから大体2000通貨ぐらいでやらないとダメだね。多くても4000通貨ぐらいですね。ヒゲがあるんで、急にピョーンっていくんでね。いつもの振幅幅の2倍か3倍ぐらいいくんですよね。激しいんで、ボラがね。うん、だから、決して1万通貨とか2万通貨とか入れちゃダメですよ。2万通貨入れちゃうと、だって60ピプスいって1万2000もいっちゃうからね。まあ、それでね、かられちゃうからね。うん。あれはいつもだったらそろそろ帰ってくるのにっていうのがあるじゃない。だいたいまあ3000か4000ぐらいで帰ってくると。そうするとまあ1万通貨入れても3000か4000のマイナスいったら、そろそろ折り返し地点でね、今度プラスになっていくっていうのがあるじゃないですか、ドル円なんて。絶対帰ってくるからね、ドル円って。ただ今のドル円も帰ってくるんだけど、それがまあ3倍ぐらいになってると。
だから4000円で帰ってくるのが1万2000円で帰ってくると。そうすると1万2000円だと借られちゃうから、まあ2万円か3万円入れとくか、それか掛け数を減らすかですね。はい、今はまあ2000通貨、まあ1000円で入れてね、で方向性はあったなと思ったら、もう1000通貨を超えて2000通貨で、様子見てまあ10ピプスで200円か。まあ10ピプスは少ねえな。だからまあ4000通貨ぐらいまで入れて、20ピプスで800円か1000円、まあ、1000円かな。25ピプスぐらい取ったら、まあ、利確すると1000円でね。利確すると、まあそういう追いポジを使いながらですね、まあ、わずかな、まあ、ポジ数でですね、ピプス数で、1000円ぐらいで決算、利確を繰り返していくと。それがいいと思います。僕なんかもね、やっぱり欲が出ちゃってね、1回で取り返そうと思っちゃうんですよね。1回で5000円取り返そうとかさ、1回で1万円取り返そうと思うから、どうしても追いポジしちゃうんですよ。そうすると、まあ、いっぺんにね、全部持ってかれちゃうってことなんでね、気をつけないといけません。はい、今日ね、ライブじゃなくて動画なんですよね。動画、動画楽ちんですね、これね。思いついてやればいいですからね。まあ最近ね、ライブでも誰も来てこれなくなっちゃったんでね。寂しいです。はい。で、あれだね。オリンピックすごいね。女子の金メダルがすごいね、本当にね。本当にもう、今日初めて見たけど、ダンスみたいなやつ。あれ、よかったね。まあ、若い人ばっかりやったけど、日本人もね、若い人と25歳の人でしたけど、25歳の人がね、金メダル取って、よかったですね。なんか品があったよね。品があった。あとは若いのは外国も含めて品がなかったんだけど、日本人の25歳の女の人はさ、まあ、年齢からも、もう品があったですね。やっぱり品っていうのが世界各国の共通言語なのかもしれないね。やっぱり初めてのオリンピックのね、種目は、まあそういうデタラメなね、むちゃくちゃなやつに金メダル取らせるんじゃなくて、やっぱりしっかりとした練習をしてきた大人に取らせてあげたいっていうのがある感じだったね、やっぱり、ね。俺はもう見ていてドキドキしたけど、よかったなぁと思いましたね。まあ、地震はね、本当怖いなと思ってて、まあ本当ね、今までのさ、オリンピック見ると、オリンピック期間中はね、どれも動かないって話だったんだけど、むちゃくちゃ動いてますね、今ね。で、戦争も行われないって言ってたんだけど、戦争起こってますね、今ね。イスラエルがね、ガザ地区の学校にね、学校にですよ、爆弾を落として100人ぐらい死んじゃったとか言ってたけど、これか。学校はダメだね、学校は。でもなんか授業していたのかな。まずいですね。あ、ブレイキン。ああ、次のオリンピックではもうないんだ。このダンスみたいなやつは。これ良かったのにね。でも採点が難しいのかもしれないね。アメリカ勝たなかったからかな。まあ僕もね、あとちょっと、今日はね、
あとちょっとね、見よう、オリンピック見て寝ようかなと思うんですけども、皆さんいかがですか？こちら、落ちるね、これね。弱いね、プルバックがね。これのね、これのプルバックが、弱いんですよね。4時間で見ても弱いですね。下ですね。これ、俺上かと思ってたんですけど、ちょうどまあ、この線ですね。この日ですね。この日を境に下ですもんね。ダメですね。これもう下ですね。思いっきり下がってくるね。これね。ちょっと、まあ、今月の月末、まあ、お金が必要な人は、ちょっと、FX やった方がいいんじゃないですか、これ。月末ね、500万なら500万。3000万なら3000万。1億なら1億ね。そして支払いで必要だっていう人は、まあ、それなりに証拠金入れて、ショート入れとけば、まあ、5000万円、1億、3億、10億になるでしょうね、これね、結末ね。FX の海外ね。海外取引、XM ね。1111倍まで作れますからね。1000倍かな？おいしょうがないからいいですよ、契約でね。はい、今日はこの辺にしておきましょうかね。かき氷食べたい。まあ、あとね。最近またウーバー使ってますけどね。いいですね。やっぱり半額とかありますもんね。新宿サボテン半額とかね。美味しいんだよね、しかもね。ほんとにね。まあ他にもね、20%引きとか、イトーヨーカドーも半額ですしね。1500円買えば半額になるとかね。今日お昼も半額、そう、そのアメリカナイズされた巨大なハンバーガー、母ちゃんと一緒に頼みましたけどね。1800円ぐらいするんですよ、ハンバーグ。ハンバーグとオニオンフライだけでね、1800円するんだけど、もう肉肉しいね、アメリカンサイズの肉が入ってるんですけど、それが半額でしたね。900円でしたね。まあ、2つ買ったから1800円でしたけど、ものすっごい量だったね。食べきれなかったけど、母ちゃんは美味しいものは食べちゃうんですよね、全部ね。まあ、母ちゃんのは、肉と、アメリカンサイズの肉と、ハンバーグとね、あとアボカドとか、トマトとか入ってましたね、あとサラダか。僕も、男性のバーベキュー、肉と、ベーコン、ね、でっかいベーコン入ってましたけど、美味しかったですよ、本当にうまかった。やばかった、本当にやばかった。あれ、お昼食べたんですよね。夜はね、ちょっともうお腹いっぱいだったんで、まあ、またね、おにぎりとかね、安いやつ食べましたけどね。安いんだな、20%引きとかなってて、さらに1500円以上頼むと3割引きになったりね。あれ、ウーバーイーツってどんだけ安いんだよって感じだよね。むっちゃくちゃ安いですね。しかも、送料無料だしね、毎回ね。大丈夫かよっていうぐらい安いですよ、ウーバーイーツって。しかもお店いっぱい増えてるしね。美味しいです。それではね、今日は まあこの辺で終わりにしようかと思いますけども、まあ明日日曜で相場やってなくてね、月曜日も、もうやってないですよね、日本はね。だから中値がないですよね。月曜日中値ないですから、日中は、寝転げてたりね。まあ僕だったら数パーセントとか行きたいよね。まあ松戸市のね、市民プールも近くにあるんですよね。
200円払うと入れるんですよね。まあそこでちょっと泳いだり、まああとはスーパー銭湯でもね、歩く健康のために、長距離歩くとこあるんですよね。そこで行ったり来たり歩いてれば、運動にもなるんでね。スーパー銭湯いいよね、本当にね。朝11時ぐらいかな、行くと、一番風呂入れるからね、綺麗でね。一番風呂で、水がひきやげ光ってんだよね。大体まあそんな時間に来るやつなんて定年退職した人しか来ないからね。それで、ああ、暑かったーって言ってさ、そして着替えてね、暑かったって言って、レストランの方行ってね、麦茶飲んだりしてね、あ、お昼食べちゃおうと思って、レストランあるからね、ラーメン食べたりね、カツ丼食べたりもできますしね。で、少し寝て帰るっていうのもあるし、まあ、床屋もあるしね、赤すりマッサージなんかもあるんですよね。だからどうしようかなと思って。松田の家の近くね、松田。こっちは、東京の実家の方もあることあるんだけど、ちょっと高いかもね。はい、数パーセントね。ちょっと高いかもね。あることあるんですよ、近くにね。ラドン温泉っていう、ラドンっていう放射線が出てる石があるじゃないですか。あれあるとさ、体がむっちゃくちゃ熱くなっちゃって、ぽっかぽかになっちゃって、真冬でもね、ぽっかぽかなんですよ、体が。あれ、本当の温泉入った感じだね、ラドン温泉ってね。普通のスーパー銭湯っていうのは多分お湯を沸かしてるだけだと思うんだよね。水道水を沸かしてるだけだと思うんだけど、うちの実家のね、近くの東京の方のね、ラド温泉っていうスーパー銭湯はね、やばい。もうずっと入ってられないのも熱すぎちゃって、お湯ももう本当にね、なんだこりゃーって体の芯からね、ポッカポカになっちゃうんだよね。だから、結構、効くかもしれないね。いろんな病気ね。はい、これ、まあ、俺、下目線ですね。まあ、月曜日からは、下。下目線でいいですね。これ75、これ1時間話ですけど、75移動平均線に下落っこちましたもんね。1個ね、だからいいと思います。これもね、落っこってるね、これ75移動平均線からね、落っこっちゃってるんで。もうダメですね、これね。落っこってますね、これね。はい、いいと思います。あ、もうダメだから。ね。はい、どうもどうもどうも。それじゃあね、今日はこの辺でね、終わりにさせていただきまして、また明日ね、この動画撮ってね、アップロードするっていうのは、この自分のね、ペースに合わせて、録画できますからね、いいかなと思いますので、またね、お休みしないようにね、頑張ってね、行ってみたいと思いますよ。皆さんはどうでしょうか。まあ本当にね、まあ、地震とか怖いけどね、いつ死ぬか分かんないですけど、まあ、死んでもいいようにね、ID とパスワードとか、そういうのはノートに整理しておいた方がいいかもね、いろんな、サイトのね、ID パスワードとかね、どこに何が入ってるよとかね、仮想通貨とかね、整理しておいた方がいいかもしれないし、まあ死ぬときはみんな死んじゃうんだからね、しょうがないなっていうのもあるし、まあ僕もあんまり昔のことは気にしなくなっちゃったしね、昔どの頃あの頃があってね、また宇宙人が来るとかね、そういうのもあんまり気にならなくなっちゃったね、あんまりね、よくないことかもしれないけどね。
ここまで、ここは強かったんですよね。75移動平均線あって下、垂れ込みして、ここも垂れ込みしたんだけど、ここでグーンと上がったんですよね。で、これ120、まあ120の神様に支えられてこう来たんだけど、上がったでしょ。で、上がって、でも200の神様には否定されちゃったらまだ早い。お前らまだ早いと。で、ここで交代されて120下行けと。で、75出てきたんだけど、やっぱダメですね。絡みつけられなくて下ですね、やっぱりね。しかもボラも小さいでしょ。ボラが小さくなってきたでしょ、これ、ほら。粒が縦方向の粒がちっちゃいでしょ。このストーンと落ちるでしょうがないな、これね。ボーラーがね、大きいでしょ、これ。ヒゲも大きいけど。こういう時は、まだパワーがあるんだよね、ほら。どんどん、どんどん、ヒゲも大きいでしょ。ね、実践も大きいでしょ。こういう時は、まあ上がる時ね。こういう時はまだボーラーが大きいから、これヒゲが大きいでしょ。これ上がるときは、もう、ここら辺はもうちっちゃくなっちゃってるし、ほら。最後の力だね、これね。ここ最後の力、ここら辺ね。でもうダメですよ。落っこっちゃって、もう最後の力ですよ。はい。もうダメです。小粒ちゃんになっちゃったからね。小粒ちゃんだからね、もうこれ落っこちる証拠ですね。はい。ここら辺はボラがすごい。一個のね、ロードカシが大きいでしょ、ほら。これは上、まだ全然上がりのとこですね。うん。はい。それではね、今日はこの辺でお話にさせていただきます。千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございました。バイバイキーン。